谷森友、谷森友は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名、丹波三家藩の初代藩主。A66 年、1563年、谷森吉の三男として、美濃国で生まれた。森吉は、美濃斎藤氏の家臣から織田信長の家臣に転じた人物で、信長によって、橋場秀吉の寄り木とされた。天正六年、 1578年、父と共に、秀吉に仕えて、最地200国を治療した。天正7年、1579年、張馬征伐、中国攻めの三木合戦における河福城を、河福城周辺の戦いで、森吉が討ち死にした。初陣であった17歳の森友は、その場で、父の仇、室戸兵を討ち取り、意外を奪い返すという武勲を立てた。信長は、 森吉の死をあれみ、9月27日付書状で、森友へ、森吉の本領並びに2箇所の新音、領地を与え、感情を授けた。この、森吉の本領とは、張馬国平田六千国であり、森友は若くして合わせて六千二百国を治療と、するようになった。天正十年、千五百八十二年頃）秀吉より、丹波国イカルカ軍参加村に違法されて、 一万六千国を、領した。以後、秀吉の主なる合戦のほとんどに参加した。天正十一年、千五百八十三年正月の、滝川和正伐で、伊勢、八田山で土民を撃破し、同年四月の静ヶ岳の戦いにも従軍した。天正十二年、千五百八十四年、中入り部隊ではないが、長久手の戦いに従軍。天正十三年、 1585年、奇襲性伐の戦国堀城、戦国堀城、関前寺城攻めでは支給を挙げた。天正15年、1587年、九州の役の畜死人では、武勢岩岩木、岩石城攻めにおいて、先に進んだ味方の通りを引っ張り倒すまでして一番乗りの孔明を立て、城内に突入し、敵を遁走させた。戦後、秀吉によって、 その勇敢さを称賛された。天正十六年、1588年、十五位下、では守るに除任された。天正十八年、1590年の小田原の役では、秀吉の本人の前、備え衆の一人で二百三十人を率いて従軍し、伊豆山中城攻めで軍港があった。文禄元年、1592年、文禄の役では、 朝鮮国土表出生州の一つとして四百五十人を率いて朝鮮に都会、先行によって国密の刀を与えられている。文禄三年1594年、伏見城の不審を分担した。慶長三年1598年の秀吉の死去では異物釣り切れの脇差しを受領した。慶長五年1600年、 会津征伐に向かう徳川家康に愚部したいと、本田正澄を介して愚進したが、領地にあって、機内の警備をするように指示されて、同行を許されなかった。石田三成が決起すると、大阪警区地の小橋を警護した。西軍では、丹波、張馬の諸大名に、細川忠興の居城でその父、細川雄彩が籠もる丹後田辺城の攻撃を命じた。 機内勢の大半は西軍に組みしており、森友もこれに従わざる得ず、最速に応じて、寄せ手に加わったが、密かに上中の細川方と内容し、攻撃では空砲を撃ったとされ、谷の空鉄砲という逸話として伝わっている。戦後、有罪、忠興親子がこのことを家康に報告したので、早くから東軍に内容していたことが認められ、所領を安堵された。 慶長19年1614年と同20年1615年の大阪の陣に参加し、冬の陣では将軍徳川秀忠に従って本陣旗元の坂井忠代の組にでした。夏の陣では三男栄正と四つを衛生を連れて参陣し、5月7日の総攻撃の際には大和口より進んだ。大阪砲が突撃して味方は 崩れ、乱戦の中で、森友も馬印を奪われるが、家臣、松田六左衛門が進み出て奪い返した。谷勢は踏みとどまり、味方の反撃に乗って楼門より、城内に突入。死休休を挙げた。翌8日、有罪の次男細川京元が人所を訪れて、武功を聞いたが、馬印を奪われたことを、片付けなとして森友は堅くなに答えず、武功を誇らなかったが、後日、 将軍により黄金を賜り、森友は、秀忠のおと衆とされた。官営三年、1626年、徳川家光の上洛に拒した。官営四年十二月、1628年に死去。去年六十五、四男の衛生は、家督と三家藩一万国だけを相続し、医療の残りは、弟や老いに分治された。一説もあるが、 森友の父、森吉は、刀剣の性能を見極める、味方なの技術を独自に編み出し、試し切りの元祖だったとされる。死刀術、死験術と呼ばれる、この刀剣性能測定法は、美意識、美的価値による芸術としての刀剣鑑定、ランク付けではなく、鎧や兜といった武具など、そして実際に、人間、通常、資材人化死体そのものを切ることにより、 実際の道具としての刀剣性能を品評し、またはそれに必要な技術そのものであり、経験と知識、何より、練度の高い技術を要した。谷家では、試し切りの技法が代々一族で受け継がれ、その門下から、名手の多くを輩出した。初代の講義後様、御用講義、お試し、御用山田朝上門も、谷流とも呼ばれた、この流派だった。森友は、 秀忠のおとぎ衆となったため、門人からは幕府に仕える者もいた。その門人で最も主党実名の知れた人物は、幕府書院番に出資したこともある、中川佐平太、重吉である。この中川に指示した者の中に、山の加右衛門、永久がいて、この人物は試し切りを本職とするまでになった。山の門下の二代目、山の勘十郎、久秀は十人ぶちという微録ながら、 幕府に雇用され、将軍の博士や大名への貸し品、大名からの献上品の管理を任される、腰物奉行配下の雇用模様となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。